優勝日本一に導いた高梨浩俊投手の圧倒的勝ち運。個人としては13先発で4勝1敗でしたが、先発した試合のチームの勝ち負けは11勝1敗1分け。安定して最低限のゲームメイクをしてくれたからこその数字です。大炎上した2試合も最終的にチームは勝利、優勝決定試合、日本一決定試合にも先発するなど、ある意味ラッキーボーイな高梨投手。あまり目立ってはいませんが、高梨投手なしで日本一達成は不可能だったことは間違いありません。